このシリーズは、スーパーヒューマンサムライサイバースクワッドグリッドマンの戦闘シーンと怪獣にピックアップして振り返っていく動画です。今回の動画で紹介するのは、起源版上怪獣ウルギラスです。デザイナーは、ゴジラ VS ビオランテ以降のゴジラシリーズでデザインをしていた西川慎二氏。近年のウルトラマンでも絵コンテをやってる方です。クールギラスの元になったフィギュアは、放課後帰宅してから夕方になるまでの長短期間で作られた上、対グリッドマンも想定しているわけではありません。ここ、怪獣の目。そのためか、首の耐久性が脆いという欠点を抱えています。ただし、怪獣特有の巨体と、バレーボールのようにバウンドする火玉だけで、筒時代の気に入らないものを破壊するという怪獣性は茜怪獣随一であり、グリッドマンとの戦闘シーンは、重厚感あふれる方向性となっており、巨大バトルものとして引きつける魅力があふれるものと言えるでしょう。また、1話で響雄太とアクセスフラッシュした直後のグリッドマンは、最適化されていない初期状態で、イニシャルファイターと名付けられています。イニシャルファイターグリッドマンは、動きも遅いですが、水色と紫の不思議なカラーリングが、独特の味わいを出しています。ジャンプ越しに、会話できるようになるのは2話以降ですが、この時点でも、内海が、首の弱点に気づいて、立花が、キーボード手打ちで、雄太に言葉を伝えるという連携が見れます。怪獣の斬首演出は、近年の特撮実写では控えられていますが、本作は深夜アニメという媒体のおかげか、クールギラスくんが斬首されます。格闘戦による斬首で弱らせてからの必殺技グリッドビームによる撃破。王道を行く様式美。このグリッドビームは、次の出鼻弾に生かされることになり、まだ、茜のモチベが悪い意味で高かった時期でもあります。以上が、最初の怪獣、バレーブキラーグールギラスの主な紹介です。最初の怪獣にして、この重厚感。茜が筒時代の気に入らないものを破壊するためだけに生み捨てられた怪獣ですから、グリッドマン怪獣でも、破壊者としての能力はピカイチです。茜のメンタルに左右されるしね。一方、雄太も記憶を失いながら、怪獣の破壊を止めることを最優先にする気質は最初からありました。そうした初戦としてよくできている1話だと思います。茜が、まだ、正体をオープンにしてないのも大きいですしね。正体不明性が強い。クールギラスは、後でも、6話でのあのシラス2代目のイメージ映像で、街を破壊するイメージ怪獣として登場。その後、8話で再生怪獣メカグールギラスとして復活します。メカグールギラスは最強の怪獣。茜怪獣の中でも象徴的な怪獣の一人ですね。アンチ君改めグリッドナイトは別枠として、そして1話で消されたトンカワさんは、特に茜怪獣の犠牲者として、ユータ、リッカさんにとって象徴的な存在として記憶に残るキーキャラでした。怪獣のかっこよさと、暴れることでの犠牲による逃れられぬカルマ。どちらも体現したのが、クールギラスと言えますね。そして、クールギラスは、ウルトラ怪獣擬人化計画で、アニメ放映前から、赤木朝日氏によって、怪獣娘デザインが発表されています。擬人化クールギラスは、火玉をバレーに見立ててるキャラ付けが印象的なのですが、トンカワさんじゃん。バレー部じゃん。何が切ないかって、トンカワさんらバレー部の子たちも、茜のこと好きになるように、初期好感度は高く設定されてること。茜怪獣は、茜の悪意が、中の人のように込められてるためか、怪獣に、中の人がいるかのような造形や動きが意識されてますが、擬人化の際に、大元の怪獣の中の人が、茜である設定が反映されてるなら、怪獣娘グールギラスが、バレー部娘の力を宿しているのは、なかなか意味深しですね。そんなこんなで、クールギラスの紹介でした。なぜこんな動画作ったのかというと、10話が、茜最後の怪獣らしいので、この機会に便乗しておくための企画です。クールギラス VS イニシャルファイターは、重厚感のある迫力のある戦闘なのですが、茜のテーマにも関わる始まりの怪獣なので、比較的多めに尺を取りました。もし、本動画で、怪獣に興味が湧いてくれた人が増えたら幸いです。茜ちゃんは、多分自分と立花さん目当てで、自作の怪獣やグリッドマンを軽視するのを嫌うタイプのオタク。ブーメラン突き刺さってますよ。この紹介動画は、もうちょっとコンパクトに進めていく予定なので、このメニューは都合カットしました。それでは次回の出鼻弾登場に、このメニュー。次回もまた見てね。